ってなわけだけどさ、大体なんだよ新薬って。前テレビでやったのはなかったことにすんの？それともあれ、前との違いが気になる方は DVD 何かって見返せってか。そうだよな、そうしねえと答え合わせのない間違い探しみたいで気持ち悪いもんな。かー、汚ねえな大人は。なあ新八くん。いや、主人公が映画を根底から否定するようなこと今さら言わないでください。私もう嫌ある。こんな大人たちの作った映画の主演なんてしたくないね。神楽ちゃん主演じゃないよね。まあそんなわけで今回はいちいちテレビ版を見返さないでいいように紅桜編をおさらいしようと思う。いや、もうそんなに尺残ってないですよ。